はいどうも、こんばんは。さあ始まりました、毎月第1金曜、19時から恒例の赤いんちょくの生一応喜んででございます。まあ特に何が違うかっていうか何が特別かっていうことはないんですけども、今日は、まあ、最終回ということでね、ちょっと特に何も本当に特別感を出さずに、いつも通りにやりますけども、さっきねちょっとここのこの C-WAVE のホームページを見たらですね、なんか人気番組1位に僕のこの番組が載ってまして、どうぞ続けるっていうわけにはね別にあれですけど、まさかびっくりしましたけどね、なんでだろうね、まあ、なんでだろう、ありがたい話ですけどね、ガチンコナイトの方が人気ない、大丈夫、こっちの方人気あんの、そう、あれ最新番組だったら、あ、そういうことなんですねなるほどね、あ、よくできたシステムですねあれ、なんだよ、うまい、聞かなきゃよかったなまあまあそんなこんなでね、まあ結構ね、アベマ TV とかでもね最近では連動なんかしてね、数百人とかね、千人単位で見ていただいたりね、時にはあの YouTube の方でね1万再生超えたりとかもありましたからね、まあまあそういうのでね、皆様に愛されてきたこの番組ですけども、今回で最終回となりますが、何の、感動も何の振り返りもなく、ただ淡々と今回は今回をやっていくだけでございます。というわけで、ゲストの方もね全然気負わなくていいですからね、本当にね今日という回でね、まあ以前僕と、ユニットライブなんかもやったりとかですね、まあいろんなライブで一緒になったりしている方をね、今日呼ぼうかなという形でとお呼びしました。早速呼んでみましょうかね、本日のゲスト、プライムからキクリンさんです、どうぞ。どうも中井貴一です、七三じゃなくて八二です、どうもよろしくお願いします。いやー、ありがとうございます。俺、はい、キクリンで、あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですか、あ、もう、あ、座っていいですか、あ、大丈夫です、大丈夫です。僕ね、中井貴一さんのモノマネ、まあ、はい、やらさせてもらってて、まあ、3年前ぐらいから多少やらさせてもらってるんですけど、はい、最初の頃はこう、音楽の不揃いのリンゴたちの音楽と共に入ってきて、はいはいはい、なんか中井貴一ですみたいにやるみたいな丁寧に扱いを受けてたんですけど、はいはいはい、最近しれーっとひな壇に普通に座ってるみたいなことあるんで第一声困る問題ってのが起こってます。今日もキクリンですがいいのか、中井貴一ですって一回言った方がいいのかとかいろいろ考えた上で、中井貴一の方を選択させてもらいました。キクリンでございます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、じゃあキクリンさんとして扱っていいんですか、ね、はい、もちろんそれそうだな、完全なら偽物なんで今日最終回ですけど特に何もないです、大丈夫です、あ、全然あの気にしないです。確かに僕もあの最終回って言われても特に思い出がないですよね。まあでも最終回だからこそ中井貴一さんが来るということはすごく意味があるかもしれないですね。そうなんですか、超大物が来たという形でね、あ、そう思っていただければね、勘違いして見ていただければね、そうですね、あの、そうそうそう、お客さんもこう薄めで見ていただければね、かなり薄くしていただければ遠いところにね、あの何分かに1回そう見える瞬間ありますから、パソコンずっと遠くの方に置いていただければね、そう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 、あ、この番組中井貴一が番宣で来たぞ、来たぞってね、ちょうど今映画もやってますからね、そうですね、はい、いいですね、いい時期というのかね、よくわかんないですけどもね、はい、まあじゃあ本編っていうかね、タイトルコールいっちゃいますかね、はい、というわけで本日も最終回ですけどよろしくお願いします。赤いんちょくの生一丁喜んで、ワン、ツー、改めてよろしくお願いいたします。始まりました、第一金曜恒例の、19時から赤いんちょくの生一丁喜んで、私 MC の赤いんちょくです、よろしくお願いします。キクリンさん、はい、本日のゲストのキクリンさん、あ、どうも、そうですね、ジャンルで言うとものまねもやりつつ一応お笑い芸人です、キクリンです、はい、お願いします、よろしくお願いします。ここの曲は、はい、出るのは初めて、ね、初めてですね、はい、シーウェイブはね、ありがとうございます。ネット番組っていうもの自体は、わあ、自分で持ってたりする時期もあって、はい、アイドル番組の MC とかやってる時もありましたけど、今はあんまないです、ね、今特にない、はい、特にない、まあもうテレビの方ですからね、テレビの方ですかね、もう多少は出てますね、はい、この前も見ましたよ、何ですか、あのモノマネじゃなくて、あれ Q 様、あ、そうなんです、最近ね、あの Q 様、クイズ番組の Q 様に出させてもらうことが結構増えましたね、結構いい活躍してますよね。これね、私3年前に実は出てるんですよ、中井貴一さんのモノマネ出始めた時に、その自分多少勢いがあったんで、まず2回目
ですか。でだから3年前にまず2回出て、ああ3年前に2回出て、今回また2回ぐらい出させてもらってるんですけど、3年前に出た時にちょっとねやっぱりなめてたわけじゃないですけど、多少ね、うん、この勉強もできるって自信があったんで行ったんですけど、ね、想像以上にやっぱその実力が出ないんですよ。あその周りの実力がどうこうよりもまず自分の実力、テレビで見てるとこんなの分かるじゃんと思うじゃないですか。思うあそこに座らせてされられて ご覧なさいよすごいプレッシャーなんだ。あとね順番に答えていくんですよ。そうですね、そういうのありますね。でね、いる位置によって正直違うわけです、うん、答えたい、みんなチームでやってて仲間で答えていくんですけど、うん、いっぱいもう問題のレベルが10個くらいあって、うん、自分がこれ答えたいって目星つけて、あれこい、あれこいと思ってるのを目の前でチームメイトに答えられちゃったりする。なるほどなるほど。その瞬間に真っ白になってスコーンってなっちゃって、無理して分かんないの答えてみたいなことが、まあ、3年前の失敗であって、うん、そういうことを繰り返さないために今回は収録が来たってなってから、その収録日の前日3日ぐらいもう全部開けて、ずーっとドリルとかやって、それであの多少の活躍です。やっぱやるんすね、その勉強っていうか。いや思ったのは、僕なんかはまあ当然食らいつかなきゃいけないから勉強しなきゃいけないですけど、それだけじゃなくて、例えばそのレギュラーで出てる人とかもね、まあまあいますね、カズレーザーさんとかね、まあ、数最近すごいですね。あんまりねこう、まあ、営業妨害にならない程度に言いますけどね、勉強してますよ楽屋で勉強してますよ。カズ真面目だからな。しかもちょっとびっくりしたのかね、そういうレベルの勉強するのかと思って、あやれ織田信長、はい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 、やれ豊臣だとかいうレベルじゃないですよ、うん、なんか後輩芸人とかもねなんか喋ってこう練習してるんですよ、うん、5位メキシコ、3位アルゼンチンとか、はい、何やってるのかなと思ったら、それはね銀の生産量って言って、はぁすごいよ。だって米とかならまだ分かるけど、うん、防気サイトの生産量とかそういう次元で、防気サイト、防気サイト分かんないでしょ。防気サイトで言葉がピンとこない。なんか多分金属だからなんかアルミニウムの原料かな、そういうレベルで仕上げてるんですよ。こらかなわんわと思いましたけど、ね、そのレベルの問題って出てますいやだからたまに出るんでしょ、ね、だから誰も答えられないのカズさんだけ答えるっていうのは、そっか、かなり後輩だけど3ってつけちゃうもんね、やっぱりカズさんって言いたくなっちゃう。じゃあこれから俺もそう呼ぼうかなヒュリンさんが呼ぶんだからね、俺もカズさん。いやもうカズさんすごいですよ。まあカズはね、すごく本読むんですよ、ね、らしいです ね年間何百冊。ああそっか、この前もなんか読書芸人でね出てました、ね、他の番組出てましたけどね。あれはすごい。なんだっけ、イニシエーションラブってあるじゃないですか、映画化もされたやつ、あの前田敦子さんがね。そう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 、あれ読みました。わあ、まあ、映画は見ましたけどね。映画見ました、はいはい。僕読んだんですけど、さっぱり分かんなかったんですよ、あのからくりが。分かりやすいでしょう。いや分かんない、なんだろう、活字で読んだからなのかな。読み終わった瞬間に何からくりが分からなかった、さっぱり分かんなかった。この主人公クズという感想しかなかったんですあの女性の方かな。そう、女性の方がね本当はっていう。ああそれが分かんなかったのね。そう、2回読んでも最後のなんか最後の1行まで分かるみたいな言ったんですけど、あれクズで終わったなってこれクズの物語、クズの物語だな。まあ俺も本で見たことないから、これ何がすごいんだろうっていうのをカズに言ったら、あれはそういうことなんですよって言われて、もしかしたら僕は圧倒的少数派かもしれないですけど、うん、それはカズに聞かなくてもみんなわかると思う。そうだったのか。だからあんな売れてんだから。そっか、あじゃあ俺もちょっと活字で見てみようかな。そうです、ちょっと僕も後でまたもう一回読んでみようかな。どっかのタイミングでなんか切り替わるみたいなね。そうそうそう、らしいですね、映画だと分かりやすかったんですけどね。なるほど、僕は Q 様一生出られないですね、じゃあね、こうなったら。あとね、 Q 様もいろいろ枠があります。ザキヤマさんとか別に難しいの答えないけどみたいな、まあいろいろ役割がある。いやでもね、ほんとね、理科だけだったら見てれば分かるのになっていう問題。いやみんなね、視聴者の皆さんもね、あんな分かるよとか思うかもしれないですけど、あそこに座ってごらんなさいってことですよ。あと早押しがめちゃくちゃ早い、想像以上に。かカットされてるとは言わないですけどね、伸ばしてんじゃないかと思いますよ。現場行くと、うん、オンエアで見てるより押すの早いですよ。へぇ、問題まだ読み4択なんてひどいんだから。だって4択クイズですって、もう4択の選択肢出た瞬間押してるのいるんだから。だからもう推理するんですよね。そう知識だけじゃなくて、その番組としてまずこの選択肢はないだろうみたいな2択ぐらい絞れるんですって。ああ、はい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 。この番組でこのタイミングで出てくる問題だったら、うん、このクラスね、これは難しすぎる単語だし、これは簡単すぎるから、この2択のどっちがはずみたいなことで。それもクイズ王の感覚ですね、もう本当に芸能人のクイズ王家ですよ、もうそういうレベルですよ今。はあ、面白いだけじゃダメなんだな。
いや面白いはクリアできてるみたいなちょっとやめましょうね。はい、まあこの番組はね、はい、何の緊張もすることなくね、本当です、全然早押しないですからこの番組、ね、大丈夫です、はい、ちょっと10分でなんとなくリラックスできてきました、はいはい、ありがとうございます。まあ、そんなキクリンさんのね、お迎えしての1時間でございますけども、はい、まあ、さっきねチロッとね、ご自分でも言ってましたけど モノマネなんかもやってるということで ね、まあ、チラッと言わなくてももうこの格好はそうなんですけどね、そうですね、してますよ ね、モノマネというか、まあ、顔そっくり、まあ、僕そっくりさんなんじゃないですか。そうなんですね、キクリンさんはモノマネ芸人っていうことじゃないんですよね。ないつもりなんですけど、世間の認識で検索したりするとモノマネ芸人と思われてる感じはあります。まあまあもちろんね、見る人はねそういう番組で見ますから。そうですね、で僕もちょっとだけこうね、モノマネというか顔真似そっくりさんで出たことがあったんですけども、ね、別にモノマネ芸人という括りではやってないんで、まあそうですよね、今日のね括りはねこうしてね、はい、モノマネやってる芸人をということなんですけども、明らかに違うじゃないですか、モノマネ芸人という人たちと、はいはいはい、モノマネやってる芸人っていうまあそうですね、生き物として見てる人がどれだけその違いを認識されてるかは怪しいですけど、実際は違いますよね。実際だいぶ違いますよね。まあだから結局その元々はモノマネ芸人っていうものしかなかったのに、うん、これが急に増えたのって細かすぎて伝わらないモノマネのせいだと思いますよね。そうか、まあせいというかおかげというかあそこでだいぶ変わったと思いますよ。そうね、だからモノマネ番組、まあ、僕もね一回出て、はい、その後にあモノマネやってるんだっていうたまに声をもらうんですよ、はいはい、いつもそういうモノマネやってるんだ、じゃあ他何ができるのおとかね言われるわけで、まあ、でも全然できないんですよそれ以外、そのそっくりで出たから。わかります、僕もまあそれに近いですよ限りなく。だからこの なんだろうね世間のズレというか、まあ、ちょっと出たからによる弊害といいますか。あそんなのはね、僕は結構弊害芸人ですよ。ジャンルで言ったら弊害芸人。頭いいでしょとかもね。まあまあ、そっちはまだいいですけど、モノマネで結局、うん、モノマネ芸人と思われてる、それ世間だけじゃなくて、MC の方も持ってるから。ああ、そうだ。だから一番困っちゃうのが、モノマネ芸人の方って、そうですよね、和島さんとか言われたら、シングルネーター、できる、まあ、あの、てっきりさんはちょっと笑い芸人、ね、よりですけど、うん、全然。そういう振りが来るわけですよ。なんとかですよね中井さんって振られた時に、うん、そんな準備も技能も持ち合わせてないから、はい、その困っちゃうんですよね。その僕の中での認識っていうのが、はい、モノマネっていうのすごくね、はい、まずこれがこう変な解釈というか失礼になっちゃいますけど、究極の楽屋芸だと思ってる言っちゃいましたねこれ悪い言葉じゃないんですよ。あそうですよ、楽屋芸悪いわけじゃないですよ、うん、別にね舞台に出すものじゃないっていうわけじゃないんですけど、うんうんうん、なんかそういうノリで、やるのが一番面白い見方なんじゃないかな。あ、はいはい、気負わずね。そう、気負わずに、だから結局人類が一番最初にやるお笑いって、うん、内輪のモノマネじゃないですか。あ、はいはいはい、おそらく人類がね、人類と言いますか、壮大なテーマ人間が初めてボケることっていうのは多分誰かの内輪のモノマネ、学校の先生のモノマネとか、多分学祭で学生お笑いコンテストやった時に、うん、学校の先生のモノマネしたやつが多分一番面白い。間違いないですね。そうなんです。だやっぱモノマネっていうのはその元があればね、みんなが分かって笑いやすいですからね。だからそれってまあ舞台終わった後に打ち上げとかが一番面白い見方なんじゃないかな。でコロッケさんとかまで行くとまた違ってくる話なんですけど、はあはあ、だそうなってきた時にそのモノマネやってる芸人の出方っていうのなんとなく分かるんですよね、はいはい、僕普段こんなん家じゃっていうかね、舞台終わったらこんなことやってるんですよ、こいつこんなことできるんですよ、うんうん、みたいな感じのやつをポンって出すっていう一つのなんだろうトークのね、柱というかね、はい、そういうので出すっていう分にはこのモノマネやってる芸人っていうのはねいいと思うんですけど、本当に本職のモノマネ芸人っていう人たちの、うん、なんだろう、なんていうかそこの考え方っていうか、まあちょっと人種として違う人たちだいぶ違いますよね。本当になんかどういう、うわやべ、あ変な言葉しか出てこねえな選んでください、うん、まあでもいいんじゃないですか。それは直さんが思ってることだ。そうそうそう、どういう神経でも違う神経もにもいい神経も、そういい神経だ、悪い神経と限らないですからね。そう、どういうなんか
な気持ちの作り方でそれをやってるんだ。ちょっとでもね、どういうつもりだって人はいますよ、確かにモノマネ界にはね、うん、あの例えばそうだな、歌手のモノマネする人とかでね、はい、もう本人にな、もう自分が本人になっちゃってる人いるじゃないですか。まあまあいますね。ああいう人とかはどういうつもりなんだろうと思いますけど、もう楽屋でもとかでももう本人の大物感でね、はい、いう人とかいますよね。前ツイッターになんかそんなこと書いてありましたよ。タクシーに乗ってたら、はいはい、あ武道館までお願いしますって言ったら、うん、あ今日は誰それのアイドルのコンサートですか、うんうんうん、そうなんですよって言った。誰それのファンはいいですよ、あそうなんですか、矢沢永吉のコンサートだとタクシー乗るとみんな A ちゃんだと自分思い込んでるからちょっと立ちが悪いっていうツイートをなんか見て、はいはい、だからそういうなんか本当好きが高じすぎてっていうかね、のなんだろう、なりきる、なりきるってね、なりきっちゃうっていうのがね、わかりますよ、あるじゃないですか。でだしそのなりきるならなりきるでもなりきり芸人、そっくりモノマネ芸人としてありだし、いろんな方面にできる人いるじゃないですか、うんうん、ああいろんなモノマネする人、いろんなモノマネする人っていうのもそれは、まあ、多分一芸として見せてるんでしょうけど、はい、そのなりきってるっていうよりは、まあ、そっちの方がどっちかっていうと、まあ、気持ちが分かるっていうか、気持ちが分かるっていう言い方もおかしいけど、まあまあ、モノマネ芸人どうかっていうよりもね、こっちのモノマネやってる芸人という立場としてね、うん、ちょっといろいろ今日は話していこうかなと思うんですけど、菊兄さんにね、いろいろお伺いしたいところなんですけど、はい、まずこちら、ほうモノマネやってる芸人あるある、ほうこれがね、ちょっと僕ちょっとだけかじった結果いろいろあるなと。なるほど。その本職のモノマネ芸人と違う部分。ああモノマネ芸人あるあるじゃないですね。モノマネ芸人あるあるじゃないです。モノマネやってる芸人あるある、あ普段は違うネタ 本ネタがあるけど、たまにそうやってモノマネもしますよっていうポジションの人、うん、だからお笑い芸人でしょ本職は、まあ、そう普段の普通のお笑い芸人みたいな。ああそのあるあるをなんかお互い言い合いますか。僕まずなんだろう、自主的にネタを作れないどういうことっていうのが一個あるんですえどういうことですか。まずきっかけってこの人たちのきっかけ、モノマネ今やってる芸人の、はいはい、きっかけってまず誰かに言われたからです。ああはいはいそうですね、私もそうでしたよ。キクリンさんも中井貴一に似てるねって言われる前、自分で思ったことないですよ。それは僕もないんです。まあ松山健一さんのね、健一さん、ね、健一さんやってるんですけど、ね、だってこの顔で30年生きてるから自分にしか見えないわけだから。いやそれすごいわかりますよ。だってうちの母親は何回俺をテレビで見ても中井貴一さんに似てると思わないっつったもん。お前の顔だからそうそうそう、お前の顔です、お前が 横分けで出てきたってだけだからね、そうなんですよ。でも、うん、初めて見る人うわ似てるとかね。いやでも自分でもなるんですよ。自分でも正直いまだに分かんないです。似てんのかなってね、いつもね収録前鏡見ながらこれ似てんのかな。そうなんです。マネージャー確認しました、今日似てるっつって。そう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 はい、はい、だからやっぱり自信を持ってモノマネやってる人のその神経が分からないからそういう意味なんです。今それ完全に悪口じゃない。違う今のは違う、本当に今のは違う。確かに大体の人は、うん、言われて始めた。そう始めて、ああそれはあるあるかもしれない。だから新作が作れないんですよ自分で。あー確かにそうですね。モノマネ芸人さんっていうのはモノマネに関してアンテナが立ちまくってる人なんですよね。そうですね。で楽屋とかで一緒にいても喋ってるじゃないですか、うん、こう言ってと本職のモノマネ芸人ね、うん、あ今の声何々に似てるっつって、ああ他人のも、そう俺もそれでなんか見つけてもらって、僕ボソボソ喋るんですけど、あ今の声稲垣吾郎君に似てるって言われて、でそれで行ったらオーディション受かったし、そういう風にアンテナ立ちまくって。それオンエアされました。下別あテレビじゃなくてテレビされましたよ。テレビで、はい、関根さんのやってる番組で、ああ深夜にやってたやつ。そうだ、そういうアンテナが立ってるのが本物のモノマネ芸人の方で。ああそうですね。うちら確かに分かんないもんね。確かにファミレスで起きた出来事はネタにできるけど、そうですね。そこのアンテナは多少張ってるじゃないですか。なんかエピソードトーク的なやつはそうですね。とか、だからそこを自分でも自分このモノマネ芸人さんって、はい、これをこの声できるってことは応用すればこれができるなっていうのが、そうよくそれ言いますね。歌で言うと1個できたら3つできるんですって。へえ。なんか近いとこ探してね。まず歌が下手っていう、うん、あでも例えばの短いワンフレーズだけにしますよ、うん、そういう人って大体。あそっか、そういうワンフレーズモノマネか。キクリンさん、今一応、まあ、モノマネのバリエーションとしては、僕はまず中井貴一さんの顔そっくりさんとして出てって、うん、
まあたしまあ、歌で言うとガクトさんをちょっとやったりしてや、ね、で、まあ、声で言うとすごいもうベタ中のベタですけど、うん、多少高い声が出るからあの安田大サーカスのクロちゃんさんとかやるでもねモノマネ界でねクロちゃんさんのモノマネと、うん、あの歌の秋川正文さんのモノマネは、うん、一部ではタブーとされてるらしいですよ。いや、基本的に誰でもできる、うん、そうそうそう見てる側でもちょっと食傷気味になってるってから。そう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 。でも僕の場合は中井貴一さんの顔でやるっていうギャップで、うん、まあ、一応成立したりして、だいたいその3つぐらいでなんとか尺を持たせるっていうのが私のモノマネステージですね。なるほど。確かに見つか新しいの見つけるって言われたら顔で何個か言われるのはありますけどね。他にも他誰ですか。最近言われるのはね、あの木下ほうかさんって、あ、はいはいはい、嫌味課長、なんかちょっと髪垂らしたりすると、うん、なんかなくもないみたいなことを、ああ目だ、うん、かもしれない。あとちょっとこの肌質とかね、ああはい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 、あそう言われると僕ジャスト40歳なんですけどなんか50歳ぐらいに見えるらしいんで、なんかそれたまに言われるのと、あとは松重豊さん、はいはいはい、たまに一人飯なんとか飯じゃなくて、孤独のグルメ、孤独のグルメ全然違うじゃないですか全然違う、意味は合ってるけど、意味は合ってるとかね。なるほどね。そんなとこですかね。イブシギン俳優が多いですね。そう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 、そういう、でもそれ同じようなジャンルだからね、そこに似てるって言ってもなんかなんか難しいかなっていう。あと分かんないけどネット上でなんか外国の俳優さんでマッツ・ミケルソンって人に似てるらしいですよ。マッツ・ミケルソン、はい、よかったら検索してみてください似て、まあ、確かにちょっと似てました。何似てるんだろうね。まあでもね、そういうのって、うん、その、まあ、自分がね、もちろん何に似てるか分かんないし、特に声がもう声ね、自己分析絶対できないじゃないですか。声なんて、声って俺すげえモノマネやってる人に聞いて驚いたのは、あの自分でチューニングしなきゃいけないじゃないですか、はいはいはい、ね、その時に自分の耳で聞いて似てる時は調子が悪い時なんですって。へー。だってほん自分に聞こえてる声は全然違う声ですね。そう、違う声で、それ録音したら分かるじゃないですか、うん、だから自分に似てたら違うっていうのは分かるんですって、うん、で自分に聞こえるのとちょっと離れた声ぐらいが似てるところっていうのを記憶してて、そのチューニングをしていくんですって。あ、今似ちゃってるからじゃあちょっと高くだみたいなことを やるんですって。はい、そういう次元でやってる人たちだからそれもすごいなと思って。それ歌手ですよね。いや、もうそれに近いですよね。だから楽器ですよね、楽器たちは。うわ、だからもう散々僕なんかネットとかでね、声喋ったら全く似てないみたいによく言われるから、いや、そういうレベルでやんなきゃいけないのかなと思いますけどね。職人だ。職人、まあ、それ好きなんでしょうね。まあまあそうでしょうね。耳が良くなきゃいけないとかね。僕ら毎回喋るとき中井貴一ですって言うんですけど、これ喋るために毎回違いますから出た時の声で、あ、今回こんな声出ちゃったっつって。あ、でもそれはあるかも。第一声が全然違うとかありますよね。僕もそのど根性ガエルの松山健一をやった時にちょっとベランメイク調なんですよね。あの東京の下町のね。でももう1年もやってないから全然出るか分かんないですけど、おいピョンキ、あ、違う、もう無理もう無理でも多いにちょっと似てましたよ。あ、そうですか。多いの入り口ちょっと似てましたよ。あとは L とかだとちょっとまあ低くてボソボソ言うからちょっとやりやすい。 L とかね、そのキャラがね立ってるやつとかはやりやすいんですよ。だから中井貴一さんの困るのは役によってね、で皆さんね勝手にね声似てないとか言いますけど、じゃあ中井貴一さんの声ってこれだっていうのを今思い浮かべますか、耳に頭にないでしょ。あの人役によって違うんだからすげえ文句言ってんじゃないですか。そう、これ3年間ずっと言われ続けてんだから中井貴一さんらしい声なんかないんですって。なるほど。役によって違いますから。僕がやってるのは30何年前の不揃いのリンゴたちっていう口調でやってるのがメインであって、毎回違うからこっちも困っちゃう。だサラメシっていうね、はいはいはい、ナレーションやってるけど、ね、あれ中井貴一さんって言わなきゃ中井貴一さんって絶対分かんないよなって声出してますから、困っちゃうんですよ。そこは合わせられないですか、その今のサラメシバージョンとか。サラメシバージョンやっても多分だってちょっとやると、うん、街を知り尽くすタクシードライバーさんに行きつけのレストランを紹介していただくサラメシみたいなのがそんな遠くないはずなんだけど、全然分かんないそんな遠くないはずなんだけど分かんないでしょ、うん、ピンとこないです。ピンとこないです。そうなんですよ、だからね、あ、声色変えてるんだ。難しいですよ、ね、松山健一さんだってもう分かりやすいキャラ替えがあるでしょ。松山健一さんとか、藤原竜也さんとかも、うん、すっごいそのキャラの立った人をやる人はやりやすいけど、うん、中井貴一さんはご本人も言ってるけど普通のサラリーマンをできるっていうのが俺の強みだっておっしゃってる方だから、なかなかね声まで求めないでください。どうぞキクリンに声を求めないでください。はい、
そっか、そういうのもちゃんと考えてやるんだけど、もうやめよう、モノマネは。まあでもまあモノマネは結構テレビで、まあ、正直出やすかったりするからね。そうなんすよね。だからそのモノマネ、あの、そうだ、モノマネやってる芸人あるあるは、はい、本堂の芸人で行き詰まった人がやりがち。はい、これある。そう。あの20代で手出す人ってあんまりないですよね。そうそうそう、僕もだって中井貴一さんに手出し始めたら35からですもん。やっ、今40。やっぱりこう行き詰まって何かきっかけを作ろうとなると、やっぱこうモノマネっていう、ね、思いますよ。それまでずっと何年もね、起承転結でね、はいはい、いろいろやってきてね、構成とかしてやってきた笑いよりもいきなり出てって中井貴一ですドカンなんですよ。まあ今でこそドカンならないですけど、びっくりしたんだ、まあ、最初はね、こんなことなのと思って。僕もだってやっぱ顔モノマネでね、こう一周くるーって回るやつなんですけど、はい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 、こう顔が正面向いた時のこの客席の盛り上がりの時、いい、ね、あれはね、あの初舞台で爆笑を取った時再来みたいな感じの、そうそうそう、本当に気持ちよさ、そうなんですよね、あれは、まあ、来るんでしょうね。あれはちょっと本当にね、あの気をつけなきゃいけないですけどね、あのその快楽に溺れてしまうと、だそこでもうモノマネ芸人としての道を行くのか、まだ僕なんかはもうモノマネじゃなくて一応あの自分で作ったネタがあってという風なのをでやっていきたいなっていう気持ちがあるので、そう、難しいとこですね、そこがね、ちょっとね、どう今後どうしようかなっていうのもね。でもモノマネ芸人って取られてた方が得のこともありますよ。例えば僕最近クイズ番組とか出始めてるじゃないですか、はいはいはい、そうしますとクイズ番組に出ているお笑い芸人っていっぱいいるでしょ。うんうん、ね、珍しくないじゃないですか、はい、むしろクイズはできるってイメージすらあるじゃないですかね、はい、お笑い芸人の人なんて、はい、モノマネ芸人でクイズやってる、クイズ出てるって思いつく人います？あ、そっか、いない、ほぼいないでしょ、うん、そう考えていくと隙間産業としてはモノマネ芸人でクイズに出てる、まあ、唯一とは言わないけど、はい、少ない、数少ない芸人としていられるわけです、はい、だから得もあるわけですよ。モノマネ芸人と思われてたが得なこともある。それってでもどうするんですか、その番組だったら1時間なり2時間っていうものをモノマネで通すのか、はいはい、うん、いやーだから、まあ、Q 様に関しては、はい、ほとんどもう正解を求められて、あのボケとか、うん、結構現場ではあの中井貴一色を入れてるんですよ、うん、もうことごとく残ってないですからことごとく残ってないですからね、うん、でそういうのはいらないんですけど、確かにでもね、普通に喋るとあれ中井貴一使わないんだとか言われる時もあるしね、そこは悩みどころ、バランスはね、この3年間全く解決してないですけど、ね、求められてるところが、求められる時もあるし、そんなんいらないですけどってとこもあるから、あ、いろいろあります、ね、まあ、だからここ一のコメントでしょうね、はいはいはい、振り返った時のフリップ出すと、フリップとかね、その答えを出す時にその要素はいらないですよね。そうそう、だからでもその例えばクイズの、なんだろうな、大喜利っぽいことするときとかは普通のやつやるよりは中井貴一さんの要素を入れた方がうまくいきやすいとかね、ありますよ。まあもちろんね、そこまで行ってみないとわからない境地っていうのはありますからね。まあ今後僕はもう、まあオーディションは行くだろうけど、なんか新作をどう作っていいのかわからないなっていうのはね。確かにね、作り方はわかんないですね、ちょっと、うん、ガクトさんのモノマネ、歌モノマネするときは、はいはい、あれは言われたんですか？それはね、カラオケ僕好きで元々やってましたね。僕一番人生で一番最初に手出したモノマネかもしれないですね。へえ、あ、もうじゃあ自分の中で歌が好きだったからちょっとそれも、うん、そう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 。まああれも結局あれじゃないですか、打ち上げでちょっとやったらそれが受けたとか、で、知ってる人しか分かんないですけど、僕もただ真面目に歌うわけじゃないですか。一応ね、はいはい、一応芸人としてオチっぽいことつけなきゃ無理ですよ。あの僕のレベルのガクトさんの歌で、ワンフルコーラスただ歌うっていうのは怖くてできない。はい、そうなんです。そこはやっぱなりきらなきゃいけないですかね、気持ちと部分で。そうですね、まあ、なんか言ってましたよ、プロのモノマネの人が3割似てれいっつって、あとは堂々とやるかどうかっつって、はあの姿をして、うん、例えば名前を言ってしまえばそうっぽく見えてくると、それをね、遠慮がちにやるからいけないと。確かにこの前のモノマネ特番で大御所の人がやってた歌モノマネ全然似てなかったもん、ね、流れてるんですよ。わかりますよ。でもそれは本人だって分かってるんですよ。分かった上で、うん、だってそんなね、モノマネ芸人さんの苦労で言うと、そうワンクールに一回特番来てね、うん、毎回毎回新作なんかできないですって。まあそうなのか。そしたら70点ぐらいでもゴーサイン出さないとやれないんですって。あとは その人のネームバリューとか、うん、その観察眼によるちょっと仕草とかで乗り切るっていうね、うん、あとはもう自信にしかないんでしょうね。そしたらもうだってモ
もうどあんなに堂々とやられたら似てますねって言うしかないみたいなね、うん、ありますからすげえ暴力だそうそう、もう我々はね、あの、いや暴力です、見せる側の暴力です。なるほどね、その気持ちが大事なんですね。大事です。じゃあもうこれからオーディション行ったとしてもやっぱそれですね、堂々と。僕やっぱりね、どうしても恐縮しちゃうんですよ。わかりました。オーディション行った時にこれ似てるのかなっていう気持ちでやって、その質疑応答の時でもどうでしたかねみたいな感じになっちゃうんですけど、恐る恐るやっちゃダメだ。そうか、この前の収録はでもかなり良かったんだよ。収録じゃないや、オーディションかなり良かったんですよ、ね、何言ったんですか。まあ、またデスノートの新作があるということで、またその一応リバイバルじゃないですけど L の役をやったんです。それをしかも6冊デスノートがありますっていうのを一応ネタとして作ったんです。おーおーおー。で、ここに名前が書いてありますつって、川島絵の誰さんだと、はいはい、これデスノートじゃなくてゲスノートですねみたいなやつですよ。はい、もう予想けでやらない、まあ、そういうのを6冊分準備して、そういう、まあ、ノートボケをねやって、でもその後も質疑応答でやるんなら今だよねっていうので、なるほど、ね、まあ、映画も始まってるし、でもそれをどう出そうかねっていうのもずっとやり取りはしてたんですよ。それはモノマネ番組ですか。モノマネ番組です。お笑い番組じゃなくてモノマネの方です。いや、だからでも、ね、結局同じのをやるライバルとかもいたりしますからね。そうなんですよ、これなかなか僕なんかたまたま結構被らないですけど、うん、その時期の流行りものとかね、うん、あるじゃないですか。まあ確かに一番組の被ってるものまでいっぱいありますよね。いや、そうなんですよ。僕も出てる番組とかだからあんまりないですけど、同じのが3つぐらい出てきたりとかあるじゃないですか、うん、ね、そういう戦いもありますよ。そっか、その中でしのぎ削るのか。そう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 、だから自分がやれたやつはみんなもやれたやつですから。そうか、あー、そういうことか。僕だって今やってますけど、もっと似てる人がね、じゃあ世の中にいますよ、きっと。まあまあ、もう、ね、もちろんそうでしょうね。出た時に私は劣化版でしかなくなるわけだからね、怖いですよ。そうなった時に二の矢三の矢を準備しとかなきゃいけないというわけなんですね。それがモノマネなのかなのか分かんないけど。そうですね。なるほど。じゃあそんな我々のね、うん、せっかくだからね、今日最終回なんでね、なんかちょっと大丈夫、これ全然最終回っぽい話してないですけど。いいえ、でもこれからレガシーを残しますよ。大丈夫なんです、ここからレガシー、レガシー、レガシー、後半レガシー残ります。はい、もう、はい、はい、今作ろう新作モノマネこれこれ番組のレガシーです。これ最終回にやることですか。うん、全然全然、だって次に繋がるもんですから。今作るって、今作る、今ここの場でお互いが誰に似てるねとか、だから僕がね、最近言われたのが、はい、一夫多妻制アイドルのプロデューサーの清志隆人さんっていうね。ああ、はいはいはい、なんかこう目を、眼鏡外すとちょっとあ、似てる、似てる、似てる、思ったより似てる。急に眼鏡取るとか全然一緒。あ、似てるわ。僕目が、うん、なんか昔から侍みたいとか殺し屋みたいってちょっと強きついから、きついきつい、だからそれもまあ目が悪いっていうのもありますけど、隠すためにしてる、ね、そう、裸眼よりはこっちの方が柔らかいなっていうのでいつもしてるんですけど。なるほど、全然違う、ちょっと印象が変わるんですね。あれいいんじゃない、いい、あれでもそのユニットって、そう、今度解散するんですよ。解散しますよね。そうちょっともうちょっと早くやってるやん。しかもちょっとやろうかなって思ったら、あの人のイメージって、はい、格好のイメージってどんなんですか、浮かびます。なんかタキシードみたいな、まあまあスーツとかね、タキシードみたいなの着て、でアフロ、あー、そっか、なんですよ。はいはい、この前見たらサラッサラヘアになってたんですよあれちょっと特徴削いできてるんですよ。なるほど、そこがちょっとね、乗せにくい、乗せにくいんですよ。あれ、ヒゲとかは、ヒゲも生えてます。なんかこうちょびヒゲじゃないですけど、細い感じのこういうヒゲが生えてて、確かに。でも尖った人たちはみんな知ってるけど、じゃあうちの母親が知ってるかっつったらどうかってとこありますよね。そうなんですよね、だからその某芸人が言ってましたけど、自分に似てるやつ早く売れろっていうねあ、そっち待ちで。そう、そっち待ち。あ、中井貴一さん売れててよかった。そう、だから清志隆人さんもね、もっとこっからボーンと盛り上がってほしいなっていうね。あ、でも解散してソロプロジェクトとかやるかもしれないから、やるんでしょ。まあ多分やるでしょう ね、まあ、あとはプロデューサー業になるのか。あ、なる、清志隆人か。俺、僕木下ほうかさんとか言われるけど、どう真似していいか分かんないですもんね。ドラマ意外と出て聞くと、なんか見えるのあります、ね、堀が深いですよね。まあまあ、鼻が高い、鼻が高い、ね、あ、アジア系、やっべ、今のその振り返りのモーションが、うんうん、中井貴一さんに見えてきたそれだいぶ前から見つかってんの、それ。
でもずっとキクリンさんとしか見えなかったんですけど、元々知り合いだから、ね、そう、元々知り合いだし、おキクリンさんもなんかモノマネやってるぐらいにしか思わなかったんですけど、うわぁ、ほうじゃないよ。いや、それはもうだいぶ前に見つかってるやつなんで、なんとも思ってなかった幼なじみを急に好きになったみたいな。おいい例えだ、うん、いやいや、それはもう見つかってるやつだから、すげえドキドキした。そうなんだ、すごい新鮮な気持ちになれた。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、あればいいですけど、新しいモノマネ、ここで急に見つかるようなもんじゃない気もしますけどね。まあ、清志隆人さんやるにしても歌モノマネになってくるじゃないですか。どう歌が、そう、僕は歌がねちょっとあの不自由な方なんで。歌が不自由なんて言葉ある？歌がねちょっと不自由で、まあ、だからこう似てるって、いざ歌いだしたら下手やないかいっていうのを一個のっける。あの人めちゃくちゃうまいからね。そう、ちょっとあのソウルっていうかな、なんていうの、ファンクかな、ファンク系なのかな、ちょっと洋楽っぽいね。そう簡単に歌えるようなジャンルじゃないから。へえ、なんかあるかな。木村拓哉そっくり芸人でもね、いましたよね、はいはい、声が全然似てないとかね、はいはいはい、ありました。そんな感じで一瞬で落とすみたいなね、もっぷんさんか、そういう感じでだったら攻められるのかなとか。だからその自己分析が全然 ね、顔面の分析ができないから、分析できない者同士がここ2人で座っても出てこないですよね。いやでもね、お互いの顔を見ればなんとなく出てくるかな。なんかあります。でも今やっと中井貴一に見えたっていうスイッチが入っちゃったから、30何分経ってからもうそのスイッチがね切れない。そういうことなんです。結局僕が見た目出てきて、例えば松重豊ですとか やったところで、一回中井貴一の人だって思われちゃってると、うん、もうそれにしか見えなくなっちゃうんですよ。それは、はあ、あるじゃないですか、そういうね、女の人が向き合ってる影の絵がね、壺、うん、に見え始めたら壺にしか見えないみたいなことで、なるほどなるほど、もうそういうもんなんですよ。目の錯覚っていうか、みんな認識し、脳が認識して、ね、錯覚で似てると思ってますから。そうか、小石田純一君とかもね、もう他のやつやるったって難しいじゃないですか。っていうかもう名前が、まあ、名前がダメでしょ。でも実はあの人ね、高橋名人に似てますからね。そうなんですか。似てますよ。高橋名人とかむしろ似てますね。昔の方、昔の方ですね。昔髪があった方。そう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 。今の坊主じゃない。小石田純一君はね、高橋名人に実は似てますから。そう思ってみてください。一時代を築いた人にばっかり似てますね。そう旬なものじゃないんですね。あの時期。石田純一さん旬じゃないですか。あ、まあ、僕ちょっと意味わかんないです。違う。そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない。ほら、やってる時代のモノマネが、その当時の。いやでもね、我々あの芸人ベースそっくり芸人あるあるというか、はい、あの小石田純一氏はね、羨ましいと思ってますよ。なんですか。あの人だってもう似てる似てないで語られないじゃないですか。そう、確かに。だって今小石田純一を見て、石田純一に似てないじゃんとか、似せる気ないじゃんって言ったら見当違いに意見じゃないですか。そういうことじゃないじゃないですか。そうですね。それはもう小石田純一の勝利なんですよ。僕は自分が出た時に未だにまだ似てる似てない論語られてるわけですよ。そっか、もうそれを言わせちゃ野暮よ。そう、野暮、そうそう、まだその域に達してないっていうね。まあそれは名前の問題もあるんですけどね。というかもうどっちかっていうと、やり口が西口プロレス寄りですよね。長州小力さんでしょ。長州小力さんはもう似てる似てないで誰も語らないじゃん。語らない、確かに。それはでもね、名前の勝利もあって、僕がね、そのなんか例えば中井貴一さんのなんか文字ったようなやつでね、うん、外貴一とかでやってたら、はい、ソウルなれる可能性があるんだけど、そこまで覚悟決めてないから似てる似てないで語られちゃうんでしょうね。なるほどね。確かに小石田さんは別に似てはないもんな。もうだって小石田さんにモノマネを求めてないでしょ別に、うんうん、また悪ふざけしてるぞっていう目線で。だってあの人だって、例えばモノマネのくくりで出てったら、うん、5人ぐらい出ててたらみんな似てるじゃないですかって MC が言って、小石田以外はちょっとってやるっていうのはもうね、定番だから、そこの域にすごい脱力の境地みたいなことですね。もうだってすごいですよね。似せようとしないのがもう正解みたいなね、すごい領域にたどり着きましたよね。そっか、そのやり口ありか。そう考えるとまあ広がるっちゃ広がるのかなって。似てないのに胸を張る面白さですもんね。そうなってくるとね。小石田純一はね、このネットで言っていいか分かんないですけど、結構考えてますよ。ああ見えて考えてますよ、すごいんだから。例えばモノマネ終わった後に、うん、その MC とトークするときにどうしようかみたいな、こういうねギャグとか入れてった方がいいかなみたいなことを相談したりすると、聞くと、違います、ギャグとかやるのは違いますと。やったとしても自分がギャグをやったときに、相手がそのギャグにかぶ、もっと売れてる人が相手にかぶしてこられて、はい、相手の人での絵で終わるようなやつがオンエアに残るやつですからとか言ってくるんですよ。
自分で完結させちゃうと自分で完結させちゃうとカットされる可能性が高いけど、 それを振りにしてもっと売れてる人が絡んできたりしたら残りやすいと。そうか、ポットでの芸人がポンって言ってそれがわって盛り上がった程度じゃまだ、そうそうそう、ところで残らないです。実際そういう何回も見てきてますけど、それに対してその時に超旬の隣の人が一緒になってコラボれるようなことをやったりしたら残るんですよ。考えてますよ、あの小さいのは。小さいの考えてるな。考えてますよ、本当に。すげえ。なかなかの作詞ですよ。それは都知事選も考えるわ。都知事選の時はね、我々ちょっとトレンディ俳優界隈盛り上がりましたけどね、これ言ってくれたらなんかあんじゃねえかっつってね。そうか。あれは惜しかったですね。まあまあでもね、それとはね、また後発ですけどね、はい、小池百合子さんにも芸人もどん出てきてし、はいはいはい、結局誰が出たところで誰かがやるんですよ ね、 そうですね。一番かわいそうだったのはヒラリー・クリントンさんに似てたんですねあの人ね。あれはもうダメなんですかね、え、旬じゃなくなっちゃうんですか、ね、あ、でもだからそれを 自虐でやっていくんじゃないですか。まあそうですよね。ただワールドワイドに活躍はできなくなっちゃうのかなっていう、まあ、そう、あ、でも逆に言うとトランプのモノマネしてる人たちが、はい、あのもうすごく衣装をね4年間使えるから買い取ったみたいな話してましたよ。そっか、人気分、そうそうそう、4年はやれるからみたいな話もあって、だからその本人、そうそう、さっきの似てる人が売れろみたいな話じゃないですけど、うん、本人の動向によってね左右されるから、だからその歌手の人とか結構ね、うん、あのちょっとあの法律違反を犯しちゃう方とかいるじゃないですか。こういう時に困っちゃうんですって。なるほど。歌えないとか ね、 まあスポーツ選手とかもありましたけど、リトルいやさんがね、まあ、でもあの方仕事逆に増えたみたいな話もあるけどね。いや本人の動向だ、そういった意味で中井貴一さん安定、もうずっと35年間ずっと安定されてるから助かりますね。リンゴ業者からなんか営業入ったりしてないですか。リンゴ業者のうちの青森のリンゴを押してくださいみたいなのないですか。あー、 CM とか来たらいいですけど ね、 ね、 いいですね。あとこのね、あのプルーン的なやつとか ね、 ですね。なるほど、プルーンの人はまあプルーンでやってる、本人がやってますからね。いや、に共演したいですね、ぜひね。そっか、その人が何をするかにもよって動画が決まる。うちの姪っ子5歳なんですけど、はあ、パククネにそっくりなんですよ。パククネですか、今じゃないですか。やれるなら今、やれるならでもまだ5歳。え、それ以上ギャップがいいじゃないですか。そっか、いいのか。いやでもうちの子に罵倒されるのはちょっとな。姪っ子が罵倒されるのを見たくないな。なるほどね。あ、何をするか、まあ松山ケンイチさんは何もね、まあ、大丈夫でしょう、うん、しばらく、ね、だってもうなんか対策も決まってなかったっけ、こうなったらなんかなかったっけ、なんかある、いろいろあるでしょ対策、またなんかあるんですか、なかったみたいです。でもあの人コロコロ見た目が変わるから大変です、追いつけないです、本当に、はいはいはい、だそれ以外の何か武器をね見つけないとなっていう、あとキャラをその映画の中のキャラとかを乗っけすぎるとちょっとハードルが上がるというか、ちょっとなんか面白みがなくなるんですよ。どういうことですか。その人の普段が見せられないと。あ、なんか役、そう、まあ、松山ケンイチさんとは L をやるにしても L をやりました、うんうん、ど根性ガイドヒロシをやりましただと、まずモノマネにもう一個キャラを乗っけてるから、ほう、ちょっとそのなんだろう、崩しづらいというか、なうーん、なんか随分専門的な話ですね。いや、あのお笑い的にコント、それで一本コント、特に L とかだと、はあはあ、L で一本コント作るとすげえ崩しづらいんです。ずっとゆっくりこうやってゆっくり喋ってボソボソ喋って、はいはいはい、入り口はいいんですけど、やっぱ1分以上は続かないです。1分でよくないですか、まあ、テレビでだったらそうなんですけど、僕も最初の頃は中井貴一さんで3分ネタとか5分ネタとか作ってましたけど、うん、まあ、だって僕ね結構出ましたよ、結構出たけど平均タイム1分とかですもんね。まあまあね、テレビ尺となるとそうなってくるんですけどね。だからあとは、うん、コントのではその人を乗せてモノマネを乗せて、はい、はいはい、今見ていただきましたのはっていう平場で崩すのか。おお、あ、でも確かに中井貴一さんのネタで出た時にエンディングとかで第一声どうし、まあ、今日のオープニングでもそうですけど、うん、第一声どうしようかなっていつも思いますよ。どこから崩すかって中井貴一さんでずっと振る舞おうとしていくとね、だんだん苦しくなってきますからね。そうですよね。あのよくあるやつ、うんうん、この顔のまま4時間の収録終わるっていうよくあるんですか。よくあるって、よくあるってことはないけど、やりようがないんだもん。まあね、まあ
ひな壇にこうバーっている中でそういうのがね、それはまあ MC さんがいじってくれる街とかね、まあいろいろ、あとね、まあ今日も出さなかったりするんですけどね、中井貴一さんといえば有名なのが2つ CM があってね、はい、で2つのアイテムを出したりするんですけど、はい、必ずその収録現場で聞くのはその、まあ、スポンサーとかもあるじゃないですか、はい、ありますね、出していいんですかって言って大体、うん、聞いてしまうと、じゃあ危険の場合もあるんで出さないでいきましょうって言われちゃうから、で今日もまあ僕出さないですけど、はいはいはい、でも出していいか分かんないですよね、 CM ネタ、そう、中井貴一さんと思わせるためには大体やっぱ CM の2アイテムだ、そうですね、別に名前は別に言ってもいい、まあ、カード、ね、名前言うこと問題ないですよ、ね、まあ、ミキプルーンと DC カードなんですけど、これがね、うん、結構だからなんでそこで出せばいいのにとかね、オンエア見た時とかね言われる時あるんですけど、で僕よく見ると出してる番組と出してない番組あるんですけどね、うん、それはスポンサーって調べます、収録僕は分かんないですけど、それはスタッフさんに聞いて、あれって台本に書いてましたっけ、書いてないし、ないね、週によって違うと思いますよ、同じ番組でも、そっか、だからスタッフさんが後で調べてって言って、うん、まあ、一応危険だから出さないでおきましょうとか、言葉はいいですけどカードは偽物っぽいのでいきましょうとか言って、だから DC カードって書いてあるけどこっちにはなんかクレジットカードって書いてるやつ出してるやつとか実はありますから、あ、名前を出す分には OK、 笑っていいともに出てた生放送の時はミキプルーンって言って出すのは OK だけど、ここのいろいろ文字とかロゴがダメで、だからミキで慌てて作ってもらってスタッフさんにバーっ ってコピーとかして、形は側はミキプルーンなんだけどここのとこは何も書いてない、あの殻みたいな無地のやつでミキプルーンは OK とか、 LINE が番組のやつ違うで困っちゃって、どこでも行ける中井貴一さんのアイテムはないかっつって、でたまに最近出してるのが、もう困った時にビルマの盾ごとの時肩に乗っていたオウムっていうのがあるんですけど、これがねまあ伝わらないですこの世代でかろうじて伝わるだけで、はいはい、これが伝わらない。でもなんか面白みは通じるんです。あ、でもそれ芸人さんだからですよ。ああ、そうか。あの結構このなんていうのか、お茶の間的な場でこれやった時のポカーンとされる率高いですよ。わかんねえよ笑いってない。それはだから芸人さんだけの番組とかね。そうか。あ、そう、受け手によってモノマネって全然違いますよ。ツッコミ手がいるかいないか。っていうか一般の観覧の方がいるかどうかによって。うん、最近思ったのはね、一般のお客さんがいる場か芸人とかスタッフさんだけでやってる収録会によって、うん、受ける種類のモノマネとやっていい種類のモノマネが変わるってことが分かって、特に顔そっくり芸人は、うん、最近私気づいたんですけど、3年間のデータで、なんか滑る時と滑らない時があるなって言って、うん、すごいもっと単純な物理的な話だったんですよ、はい、お客さん、観覧のお客さんが目の前にいない時は顔芸滑りがち説っていうのがありましたね。へえ。どういうことかと言いますと、うん、じゃあ今あなた芸人の MC ですよ、はいはい、これ観客いない場でします、ね、いない場ですね、はい、中井貴一です、僕の顔見えてます、あーそっかそっか、そういうことか、さっきここで今中井貴一ですって、うん、振り返ったら、うん、あー似てるってあるじゃん、これ超収録であって、Q 様出た時もカメラに向かって中井貴一ですってやった時になんかあんま反応いまいちなんですよ、で関係ない時に振り返って裏の三村さんを見たら、うん、お、振り返ると似てんなって、まさに同じことが起こって、あ、さっき受けなかったのは俺が似てないとか滑ったんじゃなくて、単純に MC の皆さんに見えてなかったんだと、そういうことか、そうなんです、だって MC もカメラで撮ってんだもん、うん、そしたら結果として僕はだって絶対正解としては、うん、カメラに向けてやるしかないじゃないですか、うん、でもそうすると横並びの MC の方、あるいは後ろにいる MC の方に見えてないですよ、あ、俺なんか寂しい思いこの3年間何回かしてきたのは、決して似てないとか滑ったんじゃなくて、あ、見えてなかったんだと思って、なるほど、じゃあやるとしたら、あの観客がいない、観客がいない時は、そのいなくても成立するようなやつか、妥協はでギリギリ中間の格差みたいなね、だから声真似か動き真似かとか、そうだから気づいたのは、そういうプロしかいない場では声真似が圧倒的に強いんですよ、はあ、そうか、だいたい横の場に行っても分かるから、うん、で、そうそう、前に向けてやってるとこれきっと似てんだろうな、面白い顔してんだろうなと思うけど、想像で笑ってるんです、おーって言ってるけど、あー、おーって言うんですか、お客さんが笑ってるからなんか、そうそう、役としておーってやるけど実は見えてないですよ、うん、ってことがあるから、じゃあ最近ね、イケイケの
言えるかな、平野ノラさん、ね、言えた、言えた、意外と言いにくい、平野ノラ、さっきずっとそれ平野ラノなんだラノは平野、平野ロナ、ロナ、平野ロナって言ってました、ね、平野ノラさん、あれ全方位モノマネですもんね、言ったら。そうなんですよね、だからあの人とかこの前もなんか収録ね一緒の時あったけど、うん、強いですよね、あのプロに受けるから。はあ、そっか、だってモデルいないですもんね。確かに、そうそう、時代のモノマネですもんね、あれあれはずるいですよね、バブル時代のモノマネですからね、モノマネ、江戸時代モノマネみたいなことみたいなことですもんね。でも江戸時代モノマネはピンとこないですもんね。ジャンルとしてはお侍ちゃんみたいなことですそういうことですよ、お侍ちゃんっていうね、あの侍の格好をしたね、はい、そうそうそうまあそっか、だからその時代を過ごした人には分かるし、でもね、なんか言ってましたよ、当然知らない人もいるじゃないですか、うん、でも知らなくても笑えるようにそのリズム と、うん、動きとかは必ずつけると。あれだ、なんだっけ、ワンレンボディコンタチヒロシとか、ワンレンウォーレンクロマティとか、知らなくてもタン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 、なんかリズムね、かランランランラランディーバースってのもありますけど、ね、あもうそれ知らなくてもなんか面白いじゃないですか、うんうん、多分ランディーバース知らなくてもね、子供も口ずさみたくなるような、そう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 、知らなくていいんですよ、ただリズムとかが大事なんですよね。時代モノマネか、いいな、僕も一回ね、もうふわっとしたやつやろうっていうので、昔恐竜が好きだったので恐竜モノマネっていうものをやったんですけど、恐竜っぽく見えなくもないですよ、顔とか、あ、まあ、昔からちょっと爬虫類顔っていうのは言われてたことはあるんで、うんうんうん、でもそれもまさにこれ言ってもいいのかな、まあ細かすぎてのオーディションでね、あれはもう本当あんなに間口の広いモノマネオーディションないじゃないですか、ないです、なんだって OK でしょ。さすがに恐竜は見たことがないって言われたんで現物を誰もないそう、だから笑っていただいたんですよ、いいじゃん、で見てる作家さんもいや本当に分かんないねって言われて笑ってんのは正解でしょうよ。でも本当に分からないにも程があるとダメなんですよ。ああ限度があると、限度がある、確かにバブルはなんとなく言う、そうそうそう、あ、なんとかトプスとなんとかトプスの違いとかいうこと、そうそうそう、それちょっと見せられないの、1個か2個見れ、見たい、なんだろう、その時だったらどんなやったんですか。その時はね、ジュラシックパークモノマネとかだったんですけど、それだったら分かりやすいんですけど、ちょっと分かりづらいのだと、パレードパラキシアのいでたち、いでたち、ちょっと見せてもらっていいですか。うん、これ分かんないねでもね、この角度、この手の角度、これなんですよ、これ国立科学博物館の骨格図を見てください、そっくりなんですよ。あ、確かに分かんない、そう、これなんです。俺もね、現場では結構受けるんだけど、分かんないからオンエアに一切乗ったことないやつあるんですけど。何ですか。いや、アニメのやつとかやっていいんですか。あ、あれは大丈夫ですよ。あのね、世界のカメハメハっていうね、僕の自信作があるんですけどね。あれ、それすごい好きなやつ、これね、結構ね、これ、それ、うん、でも絶対受かんないですよ、これ。やっていいですか。やってください。日本のアニメ大人気ですから、はいはい、世界中で放送されてるんですよ。そうですね。で、それぞれの国のカメハメハはそれぞれの国の吹き替え版になってるわけですよ、はいはい、日本だったら野沢雅子さんのカメハメハってあるじゃないですか。そうですね。あれがそれぞれの国でどう吹き替えられているかってものもありますけど、言葉も違ければ、声も違うし、そうそう、じゃあまずね、アメリカで放送されている自己主張が強いアメリカ版のカメハメハ、カメHelp me! Help! あ、カメハメハって言うんですね、はい、ちゃんとね。一つ言えることはね、そっくりです。ね、続きまして、フランスで放送されてるカメハメハ。おう。カメハメハ、わー、はい、これフランス版。高くてふわっとしてる。いや、最後はね、原型をとどめてね、中国版ってなる。おう。中国版ね。カイパーチャカーパー、はい、ここで変わってくるんですね。なるほど。これね、実はね、結構いろんなところでやってるんですけどね、うん、オンエアに残った試しがないっていうね。何なんでしょうね。中井貴一さんの前でもやってますから。芸人で、モノマネ芸人でノーモーションってことなんですか、はい、アニメモノマネをね、それアニメオールスターズ、ね、いや出てますね、出てますね。あれもう僕も本当に楽屋とかでするモノマネの方が面白いのにって思うものいっぱいあるんですよ。ああ、だからテレビ用じゃなくて、テレビ用じゃなくて、なんでこればっかりしかやらせてもらえないんだろうなっていう、本当にマニアックな
画廊伝説の超劣化団の、アンディ・ボガード、アンディ、アンディは、弟ですね、うん、アンディ・ボガードの超劣化団、超必殺技の超劣化団、はいはい、あ、違う、空破団だ、必殺技の空破団の3-2-1のいい違いとかね、うわー面白そうだな、そういうのとかすげえ面白いんだけど、そういうのやらせてもらえないですよね。だか細かすぎてでギリギリ、でもダメだな、細かすぎてはゲーム系とか、多分だってね、コネルさん全く分かんないもんね、アニメゲームがね、ダメだって言いますね。だからどこね、その、まあ、番組によっても受けるもの使えるものって違うところですね。そこを求めていかないといけないなというので、ゴールデンとかだそうね。そうだね、それを踏まえて何に似てるんだろうっていうところに帰ってきたけども、残り5分じゃ見つからない。あら最終回がさらに残り5分ですよ。あ、もう、あ、そうですね、なんで振り返らなくていいんですか、大丈夫なんですか、この番組を。大丈夫なんですか。あ、これいつ始まったんでしたっけ、2年前。あ、結構やってるじゃないですか。2年前かな、2年前かな。へえ。まあまあいろいろ来ましたね。いろんなゲストとかも来てるわけでしょ。そうですね。どんな人来たんですか。まあ芸人はまあまあチラチラ来ましたし、うんうん、一番最初の回がムートンの伊藤さん、はいはいはい、と松竹芸能、元ツーカラーで今大入り袋舞っていう、お、そんな名前になってるんですか。はい、酒飲みシンガーですね、はいはいはい、とかだね。あと芸人だったらまあいろいろ、そうですね、うちの事務所を辞めていった若手たちとかあ、いろんな思い出が、うん、ね、まああとピーカップの声優とか。ピーカップってピーカップ、ピーカップ、ピーなんてありえるんですか。140何センチ。 140? ドラえもん声じゃない。すごい、その発想なかった、なかった。そうだそうだ、あ、終わろうとしている、まあね、そんな感じですけども、なんか告知とかありますか。番組告知とかいいんですか。大丈夫ですよ。来週の12月6日の日本テレビモノマネグランプリの方に私出てまして、うん、で本来だったら誰と出るとか言えないはずなんだけど、はいはい、サイト見たらもう出ちゃったんで、うん、さっきもまさに言いに来て、平野ノラさんと、はいはい、トレンディトリオっていう小石田純一さんと、あと石井壮太郎さんって佐藤浩市のモノマネする人と、中井貴一さんのモノマネ、キクリンの3人でよる、トレンディ夢のコラボというのがあります。おお、夢夢、僕の中、我々の中で夢です。あ、なるほど。あ、平野ノラさんと絡めたらちょっとね、あ、いいなと思ってたけど、まさに来たんだね。まさしく僕がね、合格の結果が来ないあ、そのオーディション行ってるやつ、行ってるやつです。来ないっていう、もう結果出てますよね、収録終わったんで。いや、でも合格も不合格も来てないんでまだちょっとあ、まだまだあるんじゃないかな。まだ期待してるっすね。もう収録してんだけど、あれなんかないですか、事前番組みたいなないですか、生放送。あ、ないと思います、ね、こんな人たちも来てましたよみたいなやつだとしてももう話来てると思います。だでもあれ収録の2日前とかに来ましたからね、以前はね。あ、そうなんですか。そういうこともあるんですか。そうだから、まだ、希望はある取り終わってるからね。まあでも次期ね、ね、今話し合ったなんかね、ユージンさん、ユージンさん、だからそれまでにユージンさんがもっとドーンと行ってね、ね、武道館も速乾みたいな感じ。あ、もう行ってるじゃないですか。武道館だったかな、どっかでっかいとこでね、解散ライブするんですよね、それもなんか売れてるみたいなので、清志龍神さんをね、ぜひとも皆さんチェックしてどんどん盛り上げていってくださいそれに僕は乗っかっていますからね。他人にも乗っかっていきましょうね。ついこの前8月に結婚しましたけど。あ、そうですよ。うちのかみさんもなんか周りから佐藤しおりさんに似てるって。ああ、はい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 、嫁が売れるんだったらそれにも食いつこう何でも乗ってやろう、何でも乗ってやろうぞ。おー、いいじゃないね、まあ、意気込みでその意気込みでやります。はい、というわけで、もう残り2分となりましたけども、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。そして、赤いんちょくの生一丁喜んでも、今日で最終回ということでした。まあでも来年からまた新番組別のものが始まりますんで。あら、そうなんですか。はい、そうです、そうです。別にこの要素はないですけど、この番組の要素はないですけど、また別物で、ちょっと別のね、くくりのやつなんです。なるほど。で、ああそこにそう書いてある24時間放送っていうのがね、ここのネット配信を24時間やるというね、イカれた企画があります。イカれてますね。イカれてます。イカれてんな、それは。24時間ネットを見るって、もう廃人ですからね配信と配信の戦いです。そう、配信と配信の戦いですから。おー、やるな。どっちが生き残ってるか、どっちが生き残ってるか。で、それで、僕がこれは12月の3、4日明日、明後日か、お土日の、土曜日の13時、昼の13時から翌4日の日曜日の13時までやってますんで、それで、僕が4日の朝6時半から、うん、おそらく、番組を13時ぐらいまで
やってますんで、いつ配信になるかをチェックして。そうですね、配信番組で配信になる、はい、ねえ、どうなるか分かりませんけど、それまでにあのモノマネもちょっと固めていこうかな。ああ、なんかそこでね、時間もあるからできればね、やろうと思いますんでね、そちらの方もよろしくお願いします。あと、再来週に宮城ダッチャ TV っていうね、その番組も最終回となりますが、なるほど、ぜひともそちらもよろしくお願いします。終わってきますね。まあ、でもそういうのもありつつ、まあ、月1番組が2個終わるんですけど、はいはい、週1番組が始まります。あ、まあ、始まるってね。そうそうそう、終われば始まりもあるということでございます、ね、そちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで、以上赤いんちょくの生一丁喜んででした。そして本日の、ゲストはキクリンさんというか、どうもビルマの盾ごとの時肩に乗っていたオウムです。はい、オウムのモノマネみたいになっちゃってるけど、オウムメインでキクリンさんでした。どうもありがとうございました。そして皆さんさようなら。お付き合いいただきましてありがとうございました。